一番大事。どうもちゃん、篠原です。今回は合格する上で一番大事なことを話したいと思います。はい、合格する上で一番大事なことですね。で、それは何かっていうとですね、まあもう要するにもう熱意なんですよね。で、一応ね、その大学受験にその合格しようって思うと、まあ例えばですけど、まあ才能だとか、なんかね、その、まあ、なんでしょう、まあ、生まれ持った能力とは、あるいは、まあ、先生とかね、まあ、その環境だとか、あるいは、まあ、そうだな、なんか、教材とか、あと、教材、あと、金、予備校に行けないとかね、で、あと、まあそうですね、部活やってるやってないとかね、部活のせいとか、なんかそういうようないろいろ、まあいろいろあると思うんですよ。言いたいことがいろいろ言いたいことあると思うんですけど、まあ確かにね、そりゃそうなんですよ。才能があれば有利です。僕の周りにもいました。圧倒的な記憶力を持っていて、一回見た単語は二度と忘れないってやついました。羨ましいっすね。才能すごい大事、確かにあれば便利、先生も大事です。ポンコツが教えてたらやっぱり伸びません。やっぱりいい先生に習わないとダメです、受験っていうのは。で、あと教材ね、悪い教材使ってちゃやっぱりダメですね。これもやっぱりいい教材をうまく使うべきです。で、そしてやっぱりお金持ってるとこういういい教材とかいい先生とかにね、当たりやすい可能性は高まります。そしてまあ部活ね、それは帰宅部の方が時間取れますよ。ただこれはね、全部二次的なものなんですよ。一番大事なこと、一番大事なものはこうね、熱意なんですよね。もうね、熱意なんですよ。もうやるぞっていう気持ち、このやるぞっていう気持ちがないとやっぱ浮かんないんですよね、どう頑張っても。で、まあ正直、まあ受験はね、これ何度も言ってるけど、才能なくても受かります、正直。東大とか京大で良ければ、ハーバードとかちょっと分かんないですけど、東大京大ぐらいだったら受かります、受かりますし、まあ正直先生もだって僕が勉強法の動画出してて、でスタディサプリとかでいい先生の授業とか聞けるから、先生もまあそんなだと思うんですよね。で、教材、これはね、今もう本屋さん行けばめちゃめちゃいいのあります、めちゃめちゃいいのいっぱいあるんで、教材もいらない。で、まあこれはちょっとしょうがないけど、まあ最近ね、そのお金をかけなくても勉強できる方法、さっき言った通りスタディサプリとか、僕も YouTube とか、あとホームページに解説動画上げてるんですよ。英語とか人生とかのね、解説動画上げてるんですけど、お金あんまりかけなくても勉強する方法いくらでもあるんです。アマゾンの中古で買えば教材いいやつなんて200円とかで売ってますからね。200円なんてもう変な話、自分がバイトすれば稼げる感じじゃないですか。だからお金なくても全然やろうと思ったらできるんです。で、部活は僕の高校の先輩で京大の医学部現役で受かった人いましたけど、部活ガチガチやってましたからね。だから部活はなくても受かる人は受かるんですよ。でも熱意がないとこれはどうしようもないです。僕自身生徒がいるんですけど、正直熱意ないとお断りしてます。なんでかっていうと、結果出せないからですね。なんかね、これ僕が悪いのかもしれないけど、僕頑張ってる人しかね、成績上げられないんですよ、正直。で、頑張ってない人成績上げること僕できないんです。僕の能力は低いのかもしれないけど、熱意だけはどうしようもないんです。まあ言ってみるなら、車があって、で例えばいいタイヤ履いてて、で何でしょう、ハンドリングも良くて、で車体も軽くてっていうような車だけど、エンジンを積んでないみたいなもんですね。で、熱意は言うならエンジンなんですよ。で、エンジンがなかったらそりゃ進まないですよ。いい車かもしれないけど進まないですよ。で、車体が重いとか、何でしょう、燃費が悪いとか、タイヤがボロいとか、そういうことかもしれないけど、でもガッチガチのもうフェラーリエンジン積んでるって言ったら進むじゃないですか、例えばですけど、っていう感じなんですよね、イメージで言うと。だから、どっち、車で言うなら、これはもうタイヤとかガラスとか、車体の重さとか、なんかその辺なんですよ、この辺って。で、この辺確かに大事ですよ。もちろん車体軽かったら早く進むだろうし、で、なんか後ろなんか羽みたいなのつけてダウンフォース効かせるとか、なんかそういうことをやればそれは早く進むんだけど、エンジンがないと進まないんです。で、熱意はエンジンなんですよ、受験における熱意は。受かりたいとか
勝ちたいっていう気持ちっていうのは熱意なんですよね。これがないとどうしようもない。だから合格で一番大事なのは熱意なんです。で、僕は熱意がない人の成績上げることはできないんです。で、多分誰もできない。強制的にやらせれば別ですよ。僕がもし六法全書を超える権力を持っていてぶん殴ってでもやらせるって言ったらそれはできるかもしれないけど、もう何でしょう、これでお前点取れなかったら首ちょん切るぞとか言って脅迫してでやればそれはできるかもしれないけど、まあでもそれでもやっぱり熱意ないとやっぱダメでしょうね、うん、ですね。です。だから合格に一番大事なことは熱意があることです。だからで熱意なんて誰でも出せますよね。出そうと思ったですね。明日からでも出せる、いや今からでも出せますよね。だから準備なんていらないんですよ、受験勉強を始めるなんて。ここだけでいいんですね。ここをどう唱えるかっていう、整えるかっていうことの方が大事だということでした。はい、ということで今回合格に一番大事なことということで、お話しました。ぜひ、合格を掴むために熱意を持ってやっていきましょう。ということで今回のこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。